今回は M4 のエルゴカスタムをちょっと使ってみたいと思います。でね、なんかエルゴカスタム結構有名で、なんかめちゃくちゃベラボーに強い化け物銃らしいんでね、どんなものかっていうことでね、ちょっと今回組み立ててみました。で、それがこんな感じですね。先っちょが ST60182 にサイ QC レイルとジェイルブレイク、まあこれが結構ポイントっぽいですね。これをつけると。さらにシフト、なんかエルゴカスタムはだいたいシフトをつけるのが主流らしいんで、これをつけて、ストックに萌え、で、アドバンス。ここも結構ポイントらしいです。RPB つけて、マガジンはこれ。まあマガジンは正直何でもいいかな。ピストルグリップがエルゴ PSG1 って感じですね。これのアタッチメントはお好みでっていう感じで。今回の設定値がエルゴノミクスが93ですね。もうほぼハンストレベルになってて、垂直ハンド41、水平ハンド113と非常に低い値になっております。これで早速ね、戦っていきたいと思います。それでは行きましょう。まあまあまあ、98とかになるともうほぼ揺れないですね。で、反動もね、フルオーズ。まあ、おおむね天集団だな。これは強いね。まあやっぱさすがに、40万しかかかってるカスタムだけあって、言わずもがって感じ。これ失ったら悲しみだな。ちょっと頑張ろう。勝ちます。70万ぐらいの総額だから、とりあえずワンレード70万ぐらい持って帰らないと、元取れない。いやー、勝ちて。負けたくないと失っちゃいけないって思うのやめよう、ほんと。なんかね、やっぱね、動画撮らなきゃいけないっていう、この感覚ってね、大事だと思ったね。動画撮らなきゃいけないと思ったらね、やっぱ自然と前に出れる。さあ、ルク60万対戦よろしくお願いします。最速湧いてないくさいな。俺だけか。よし、てかこれテトリス拾ってもまだあれなんやな。元取れへんやな。狂ってるぜこの世界。あ、エースエース久しぶりに見たな。何したんって、元気してんのーって。PMC じゃん。いるね、後ろね、完全に。何してんだろう、後ろで、こんなゆっくりゆっくり。こいつバレてないと思ってんのかな。なんかややこしい事態が起こってるな、あっちで。まあ、全員殺しに行きますか。あー、そこいいんだ。グレネード、来い。ブリアスクルーゼ。やばい、引きずったー。空いてるかね。こう毎回ちょっと近づかないというかどうかわからないね。空いてないな。入ろうか。OK。対戦ありがとうございました。みんな構えんな。エロス前。はい、損害ゼロ。ありがとうございます。まあ、これ持って帰らんかったらね、これは、あかんからな。おっぱい1消えてたな、今。おっぱい初期って言ってるよ、完全に。どう考えても、おっぱい初期って言ってるよね。やっぱり、昨日もこの話してたけど、絶対おっぱい好きって言ってんだよね。実際まだあれ、おっぱい好きってあれ、なんて言ってんやろな。ロシア人いない？これ現役の写真もしいたら教えてほしいんだけど、あれ、おっぱい好きってなんて言ってんの？あれ、サンじゃん。いいやん。ちょっとサレ渡ほしいよ。来た。いいね。俺のサレは名前読んだら来る。シュガー来ないかな、シュガー。シュガー1個ぐらいは欲しいかな。
あ、ショゴ来た。やっぱ名前読んだ、来んな。オッケー、タルコフーつって、シュガーを出して。はい、わかりました。どっか隠れたはるね、完全に。これレーダーが湧いてしまったパティーンな気がするな。こちら動画では、30倍速で お届けしております。一人に一つずつもらえる自由と情熱を手に。どっかで咳してるやついる。太宰治いんぞ、どっかに。一人で咳してる太宰治いる。おさまがいるな、どっかに。咳しても一人って太宰治やったっけ。なんか違う気すんな。 GL ショッカー欲しいな。いいストックやからな。今回のレーダーはだいぶ美味しいね。なんか咳する方向に行くか、とりあえずこの裏や。こん長やろ。大丈夫か、今助けるからな。助けるからな、今待ってろよ。よし、オッケー、楽にしちゃった。行くか。戻った。戻った。てか一気に流れ来たな。さっきまでめちゃくちゃ渋かったのに。一気に来る前ね。いや、角曲がりした瞬間運気回ってきたな。完全ヌーブル出ないよ。では確かに、オッケー、一気に来たね流れ。最速はキーグラボ狙いましょうか。はい、マジで流れ来たな。完全に掴みました。このゲーム、このゲームを掌握したと言っても過言じゃない。流れとしては悪くないけど、あー、レーダーやっぱ湧くね。何それ、え、怖っ、気持ち悪い。ものすごい泣いてる、ちょっとかわいそう。バレたな、バレたら引く。レーダー戦のね、この特秘事項、とにかくバレたら一回引く。これさえ守ればタルコは負けん。もう電源周り一生ここリンに転生して相手の竹取らないようにして、やばい、竹取ったから一旦ここはこっちに左に右折し、左折して、迂回って言うけど境って言わんよな。でこれ倒した。 OK、 これでレーダー全員かな。 OK、 レーダー全滅しました、多分。
愉快って感じがそもそも、確かに。すいません。ちょっと今のなしでお願いします。いるやん。どうすんねん。ああ、もうしょうがねえな。やってやっかよ。しゃあねえな、お前ら。一花最後に咲かしてやんぜ。言っとくけど、俺絶対逃げねえから。言っとくけどよ。俺絶対逃げねえからよ。なるほど。そこにも茎出んのか。了解した。ドア閉めんなよ、ほんで毎回毎回。うわ、そっちか！くっそー！あれ？オーマイガー！キーのあれ切れちゃった。最悪だ。いや、鍵部屋ちゃんと出る、行く前になんか、あとどのぐらいか見とかないといいな。一人？二人目？よいしょ。4人抜き対戦、ありがとうございました。うわー、マジかー、5人抜きたー、最悪よー。マジかー、3人抜きか。なんで、俺なんか意味わかんない。3人抜きは対戦、ありがとうございました。うわー、マジかー、4人目やーって言いたかった。入るね。RPK か。OK。ふぅ！どっちだ？ああ。オッケー。はい、ということでいかがだったでしょうか。 M4 のエルゴニクスカスタム、今まで使った銃の中で抜群に使いやすかったかな。ただやっぱ近距離の戦闘で言うと、まあ、レートがねやっぱ M4 なんでそこまで高くないっていうのもあって、クロベクターとかにはちょっと劣るかなと思うんですけど、撃ってる弾自体やっぱ強いんで、今作ってたと思って 855A1 って言うんですけど、これよりもさらに性能の高い弾ってが2個ぐらいあるんで確か。なんで、まあ、そこ使っていくとさらにどんどんね、あの強力になっていくのかなというふうに思います。ということでね、本日も最後までお視聴いただきありがとうございました。バイバイ。